どうも、パチモス協会でございます。ちょっとね、北海道利尻島、北海道利尻島、利尻島とキシリトール、似てるね。ユリトールも似てるかもしれんけど、利尻昆布を練り込んだ麺とその味に合わせた出汁が美味しいあっさりスープ、利尻昆布ラーメン。ピントかな俺。いいよ。いいよって知らんけどな。塩味、うん、とろろ昆布入り乾燥麺、これいただきました。はい、後ろの方にですね、こうね、作り方がね、ピントかな、こんな感じで書いてます。カロリー342キロカロリー、まあ麺だけやしかな。うん、良質な昆布の生産地として名高い利尻島の昆布を麺に練り込み、コシのあるシコシコとした麺を打ち上げました。このかな塩の香りを生かすあっさりとしたスープとの相性は抜群ですと。うん、だけど昆布がないから、まあ、昆布練り込んでやしね、まあ、一応これを今日いただこうかな。天かすラーメンにしようかなと思ってね。うん、天かけラーメンってあんのよ。あのね、あの九州ちゃう、和歌山にね。うん、これちょっと和歌山出身やから、和歌山の天かけラーメンにしてやろうかなと思います。まあ、作り方は、お湯、大きめの鍋にたっぷりのお湯を沸騰させ、麺を入れ5分茹でますと。自然にほぐれますので、箸などで無理にほぐさないでください。そーっとしとけと。天ぷらスープを丼に入れ、熱湯で溶いてくださいと。スープは袋のまま温めて、ラードを溶かしてからご使用ください。ラードが入ってんや。まあ、チャーシュー、メンマ、季節のお野菜、いかがです?ありません!ということで、これを作っていきたいと思います。はい、できました。中身はこんな感じ。見えますか?昆布入ってたね。麺がね、ちょっとね、緑色。見えますかね?麺ちょっと緑色なんですよね。で、天かすを、ちょいと、先ほども言いましたように、入れていきます。こうちょっと下げっか。見えるようにすっか。最近ちょっとこの辺のね、ズボラぶちかましとったからな。こんな感じになります。結構美味しそう。見えますかね。昆布これついてました。うん。利尻昆布ついてました。天然って書いてました。はい。というわけで、いただきたいと思います。まずはスープから。うまっ。あ、これうまいわ。あの、ご当地系のやつの袋麺のやつって結構うまいよね、どこでも。前食べた白熊ラーメン、白熊ラーメンの塩、あの、東山、京都市動物園のゴリラのやつ、あれ醤油やったかな、あれ醤油か、あの塩ラーメンぐらいうまい、あれの白熊とかの、あ、うまい、これいただきます。うん、結構しっかりした麺やな。うまいな。あ、ほのかに海藻の味がするね。塩の味するな。うん。このね、ラーメンね、天かすはね、結構ね、和歌山県ではね、定番ですよね。グリーンコーナー懐かしいな。グリーンソフトも食べたいな。これに、これ三郷の握り方最強やな。うまい。これ天かけラーメン抜群かもしれない。特に塩ラーメン系とかちょっとまあ醤油より塩かなよりみたいな味のね、ラーメンの時にはね、こうね、だよね、なんかね、札幌一番とかそっち系にあんま合わへんのよな。うん。ほんまいな。これ、これ、買ってもいいと思うよ、ほんまに。前のあの、ほんとあの、白熊ラーメンみたいなぐらいうまい。やっぱスープがね、大事やね、ラーメンね。かわいいね。うまい。
わけで今回いただきました、これ西井昆布ラーメンとろろ昆布入り、こいつはうめえめっちゃなんかステーマーステーマーというか広告みたいな、どうやったらで普通にうまい、ほんまに美味しいからこれ、うん、うん、これねスープやで、ほんまこのうまいうまさは、うん、天かす入れてよかった、天かすともいっちゃう、うん、和歌山出身じゃない俺が食べてもやっぱ天かす入れてうまいな、うん、やるな、ご当地ラーメンやっぱね僕好きやね、やっぱ好きやね、定番なんだねこれ北海道ではね、うん、あ、飲んでまうわ。